どうも、ダンシングでーす。画面がすごいことになってるけど。それな、ひな壇かよ。ダンシング久しぶりになってしまった。ごめんね、お待たせ。お待たせしました。というわけで、今日は、ダンシング、全員、集まってみたー！怖いね。ついに来ちゃいました、この時が。割とすぐ。全員集合です。わー。今皆さんもすでにお越しいただいていて、絵になって座ってるんですけれども。一人ずつ名前言ってく？そうだ。じゃあ名前。あとメッセージや何かもください。と、ミックから今指示が来たんで、名前と一言言ってこう。じゃあ俺から。時計回りね。それでは皆さんご一緒に。何を？レッツゴー。あ、それね。では、俺らの自己紹介。3、9、6、レッツゴー。はい、どうも。スパイシーハッピーボーイこと MC チリちゃんです。シュガタンと SS コンビというものを組んでます。いろんなモードで切り替え可能。姉妹なで回りな男。最近前髪切ったんだけど、どう？前の真ん中分けの方が良かった。まだ戻せます。なぜならこのウィッグ2個あるから。ちなみにこれも真ん中分けできるけど、ちょっと無理がある。うん、無理がある。私立名前だけど、がぜん辛いものは苦手だ。ピョリン。以上。じゃあ次、ライよ。俺ライとライ、元気が取り柄の天然稲妻ボーイことライチアのライでーす。なんかちょっとダサ。あ、ダサくでし。ビリビリにかけだろ。ちょっと待って、暑い。これ脱いでいい？全員撮影日が違うんだよ。俺を撮った今日はマジで暑い。夏やん。エアコン音入っちゃうからつけれねえしさ、俺の声うるせえから窓も開けれねえし。夏やべえな。去年こんなんだったっけな。よし。俺会社いいんだよ。ちっちゃい頃サッカーやってたんだけど、その頃からマジで一人だけ汗やばかった。というわけで、ゆきねと付き合って1年5ヶ月、記念日は11月28日、いいニッパーの日、フランスパンの日でもあるんだって。以上、席に入って。よし、ほら、日なせ大河生徒会会長メテオの一員です。まあ勉強運動何でもできちゃうし、おまけにユーモアにも溢れちゃって非常にモテます。罪な男です。タイちゃん黙って。全校生徒の諸君、悩み事、困ったこと、学校でやりたいことなどなどあったら言ってください。三ツ矢に。だろうね。まあタイガのわがままを聞くのが俺の仕事かな。5人揃ったら無敵。全校生徒、この学校総じて最強。みんなも入ったら、まあ偏差値は高いけど。空の親友のカイです。多くは語らない男なんで、この辺で。もっと聞きたい。カイの好きな人みんな気になってるって。リクちゃんかな。あ、おい、カイ。嘘嘘、やっぱ空かな。ありがとう、大好き。近いとは何でよ。俺が空のこと一番わかってる自信あるんだけどな。大好きだし。ちょっとそこの男子、イチャつかないでください。いいぞ、もっとやる。僕の番来た。生徒会メテオ、コウホピノ。甘いものと可愛いもの大好きクラブ。最近のニュースは、大きいクマちゃんがお家に来たことかな。友達が増えたんだよね、ウサちゃん。うん。あとあれもあるじゃん。ああ、最近ピノは空手の大会で優勝したんだよね。ミック、それはシーダオ。インナーマッスルエグすぎだろ。こう見えて、ピノさんは武道の達人だから、怒らせない方が身のためだね。みんなおで、怖くないよ。ああ。ゴンタンの番だ。ゴンタン。ゴンタン。タンはやめろ。俺様は俺様だろ。ゴン、名前言えよ。だあ、たびやかましいな、このチンチクリンさんが。やろう、俺のこと好きなくせに。分かってんなら言うんじゃねえ。
一回しか言ってやんないから覚えとけよ、署名。俺様がゴールドを飲んだ。キャーゴン様ブリングだブリングだブリングとか呼ばれてるけど、俺様が名付けて覚えはね、勝手に転しちゃう。レディーたちが呼び始めたんだよ。でもまあ、あんたらもブリングって呼べば。気に入ってますやん。ギンタと俺様にぴったりだろ。よっ、ゴンタン。だから、タンはやめろ。ゴンタン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 、もう一言。金が好き。空陸海の空です。好きな子の前では甘々なクールダンスって看板しょってます。ちっちゃい頃からダンス習ってました。空、携帯鳴らなかった。見て俺の街行け、荒ぶる陸ちゃん。かわいい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 。俺の好きな人陸、俺の趣味陸、俺の特技陸、空から陸に舞い降りた俺の天使陸と将来結婚します。いいな、空かっけえ。そうか、陸ちゃんのこと考えてる時の空には何言っても聞こえてないよ。生徒会メテオ副会長三谷、照明がメガネに反射しちゃうな。ごく普通の高校生です。強いて言うなら心理戦が得意かな。デスゲームとか生き残っちゃうタイプだと思うよ。多分この人何考えてるかわからない選手権1位です。そう思われてるなら俺の思惑通りだな。タイガ、みっくんはね IQ も高いんだよ。チリオ、ん？知能指数は、ふい、標準化検査または知性を評価するために設計された検査から得られる合計得点のことであり、心理学者ウィリアム・スターが1912年の著書で提出。ギブギブギブ、秀才たち怖いよ、ソプちゃん助けて。彼女もメテオの一員ですが、今のはソプラもこっち側の人間という意味です。翻訳助かる。じゃないのよ。ああそうそう、いつも俺が持ってるこれ本じゃなくて iPad です。ねえ、なんだか僕だけキャメラがハイヤーじゃない。怖い。直った。マシラーシャル、バニートラップのお猿さん担当。あ、エトの話ね。宇佐美さんがシャルルってニックネームつけてくれて気に入ってる。ライバルはキスケ。ピノ君に似てるってよく言われるんだ。だけどピノ君と違うところは、僕の方が気だるそうな感じで、あまり自分に興味がないってことかな。てか男子軍って普通の人いないの。それなねえ、ね、君たち興味ある？僕にも話しかけてよ。ねえ、ってば。ごめんごめんごめん、可愛かったからつい。わかる、同意見、存在が国宝。シャルルは僕のアニマルフレンズだよ。クール担当と言えと言われました。幼馴染トリオ、ソータ。なんかさ、幸せオーラ半端なくね。わかる。否定しねえ。まあ今幸せ絶頂なんで。ヒーさんおめでとう、俺らとダブルデートしようぜ。ヒーちゃんがいいならいいけど、すぐ抜けて二人になったらごめん。ダブルデートの意味。みんな元気してる？こいつらじゃなくて、みんなの話も聞きたいな。あ、ミズピーとは、お互いのろけ話、してるよ。この前、ひーちゃんがさ、いや、この話長くなるな。バーベキューでもすっか。漢字よろしく。スイートハニータイムお届け、どうも SS コンビシュガです。T
実はすごい甘いもの好きってわけじゃないんだけど、もう俺の存在自体が甘いでしょ。よっ、俺の姫。あら、どうだ、アリン。俺も自分の名字知らないんだけど、佐藤、説あるよね。佐藤だけに。そう。以上、ラストを飾る姉妹した。甘さで言ったら、ピノには負けますわ。はい、皆さんありがとうございます。総勢11名です。テンションも上がってきました。プラスサブメンもいらっしゃいますが、今日はこのメンツで、メンバーでいきます。この時点でね、もう、ヌシの労力が、えぐいです。あの調子なんで。お疲れ様です。肉麺になりましょう。せっかくみんな集まったから、ワイワイやっていきたいとこなんだけど、今日は総集編みたいな感じになるかな。二つテーマがあります。一つ目、スクール創刊税。イエーイ、よいしょ。はい、こちらはどんな世界線に俺らがいるのかっていうのをざっくりまとめたので、紹介していきます。初見の方もね、いらっしゃると思うので、説明すると、主、ミックがこのチャンネルを始める前に、サクミクというチャンネルでずっとダンスをやってたんですよ。そちらで生まれた男子たちが、ライ、ソータ、ゴン、シャル。このメンバーたちはまとめてキャラと呼ばれてます。なのでサクミクの方を見たら今の4人のストーリーが見れるので、ぜひご覧ください。ソタ氏は初期の頃に比べるとかなりビジュアルがアップデートされておりますな。ドゥフォ総選挙2位の実力者なので、崇拝。やかましいわ。このウィッグのネットがずっとつけてられねえんだ。頭がさ、ここでキューってなってさ、孫悟空みたいになってさ、こうナスみたいな形の頭になりそう。地毛でいける説。はい、じゃあ話戻りますと、自分で反らして自分で戻ってきて、それはごめんな。このミクロチャンネルの方で演じている男子が、ソラ、カイ、タイガ、ミツヤ、ビノ、シュガタン、俺、今言ったメンバーたちの総称がミューズと呼んでます。サクミクでいうキャラと同じなんですが、ミクロ一人でやっている方だとミューズという呼び名になるわけなんですね。ちょっとややこしいっす。死んだと。ミックってさ、いちいち呼び名とかつけるの好きだよね。それな。このミューズのミューという字がミクロとも読めるんです。だからミクロズ、ミクロたちと書いてミューズと読みます。覚えてね。で、今ここにいる俺ら全員11人、ミックが演じているメンズたちを合わせた呼び名が男子軍になるというわけなんですね。理解した。じゃあここからスカイに説明してもらっちゃいます。スカイ。スカイ。空と海。ああ、空海でよくない？空は英語でスカイというのはご存知？スカイには海も含まれてしまっているの。いや、わかるけどさ、ネーミングセンスよ。ん？あ、じゃあ空も海も青いから、ブルートゥースって呼ぶのはどう？一番ないかな。だな。空と海には二人で一つみたいな意味があるの。あるんですかい。さっきミックにさ、名付けるの好きとか言っといて、俺も大概じゃないな。血受け継いじゃってるわ。そりゃそうか。ひょうだちゃん、おあ、ざっくり相関図。イエーイ。ちょっと待って。もしもし。やっほかい先輩。リク。リクちゃん今ちょっと平気？うん。ソラになんか一つちょうだい。うん。やっほソラ。さっきな、チーカーのキラキラシールが出た。え、すごい。リクキラジー欲しがってたもんな。よかったな。そんなとこもキュッ。今度見せて。仕方ねえから持ってってやる。リクちゃんどうも。リク。じゃあまた。さあさあ、Here we go。 まずライとソータが同じ学校で高2、高2言うて、ゴンも多分高2で学園のトップらしい。花壇で言う F4 的な、なんか良さげなとこ通ってるお坊ちゃま同士です。幼稚園から大学まで併設されてる金持ちが通うエリート校みたいな学園だよ。それですの。シャルルはベタすぎ高校。あれ学年なんだろう。ミューズはグループごとに学校が違くて、メテオの3人が同じ学校、学年は未定かつ検討中だ。ブヒウファン。新種が2人が同じ学校です。年齢不詳だから高校生じゃない可能性があります。はい、キラ。俺とカイとリク、
が同じ学校だろげ。ちなみにリクは学年は1個下だけど昔からの仲、俺とカイは中学からの同級生だよね。よくできました。やればできる子俺。じゃあチリに戻します。スカイありがとう。ファンサカミ。じゃあネクスト、シミラーボイス。こちらは俺らの声を3つのジャンルにくくってみました。シミラーボイスメドレー、キュンゼリフ付き。キュンゼリフ、みんなは聞きたいって。こちらチリ、みんなの準備は整いました。では早速ミュージックスタート。いやどうもノーマルな主です。カメラの後ろで主がカンペを持ってセリフを指示します。ではシミラーボイス、まずは低い声の限界に挑戦中、自称男子声、その名もダンボ軍。はよ、学校まで手つないでいい？充電させて。無理。10秒見つめ合うと恋に落ちるらしいよ。検証していい？いくよ、せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。どう？見れた俺の目。こんなことしなくても好きだよ。キュンって何？俺様に指図すんじゃねえよ。俺様が言うことは俺様が決めんだよ。なおだりキュンが何か気になってそれどころじゃねえんだよ。教えろよ。辞書に載ってねえんだよ。え？ウィキペディア？んだよそれ。いくらすんだよ。ただ。すげえな。なんだよこれは。やれやれ。全然言うこと聞きませんな。では次。地声から少しだけ跳ね、はげて。下げて、地声から少しだけ下げて、とにかく元気に声を張って張って張りまくる、その名もハリボー軍。ありがとう大好きでシリケー。しゃあ俺の番来た。だけどキュンゼリフ俺ゆきねにしか言わねえから NG で、ごめんな。だけどゆきねに言うとしたら、かわいい、大好き、一生俺が守るから一緒にいてほしい。以上。女の子はみんな可愛いね。ラストは甘々ささやき系とでも言うのでしょうか。気づいたら生まれていた声、私のどこに隠れていたの、その名もかくれんぼー軍。透明マント、グラビオル。いつもこんな感じだと思われちゃ困るな。好きな子は特別だよ。甘やかされる準備できてる？その顔するの俺の前だけにしてって言ったよね。てかさっき話してた男誰？ LINE 消して。俺との約束守れるよね？いい子。シャルル待ってる間に冬眠しちゃいました。サルって冬眠するの？しないね。いや、猿じゃねえし、人間だし。一緒にお菓子作ろう。甘えていい。僕はキュンさせるんじゃなくてキュンしたいかも。先輩、いつになったら俺のこと好きになるんですか？ずっと待ってるんですけど。
いや、あんた恥ずかしくないだろ。それ言うの一番おかしいんだろ。チョキでーし。せっかく男子軍全員集まったから、もっと絡み入れたり、触れ合ったりしたいんですけれども。そうだ。なんせ一人なもので。え？一人なの？え？あ、知ってた。知ってた。やだもう。頻繁にできずごめんね。一人数役取るのすごい楽しいんだけど、ちょっくら大変なので、ちょっとずつやっていきます。やっぱ上のカメラから撮ると余計に顔が似ちゃうんやな。下から撮ってこう全身だとちょっとごまかせるんだけど、本当に同じ顔がいっぱいあってみんなも区別がもうつかねえよってなるかもしれないんですけど、もうこういうものと思ってミクロのエンタメのようなものを一緒に楽しんでいただけたら幸いです。ちょーわけでみんなの編成、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタン、ぜひよろしくお願いします。せーの、おやすみクロ。バイバーイ。どうだった？これを見てくれてるってことは最後まで見てくれたってことだよね。ありがとう。感想教えて。